ということでですね、今一通りカバーが外れて物の整理ですねしてるところです。パッキンとでプラグは HKS 入れようかなと思ったんですけど、こんな今なんか回しても怖そうな車両に HKS のレーシングプラグ入れるのはもったいないので、まあうちに昔使ってた純正相当のやつですね、こんないいの8000円だか9000円ぐらいするんです。こっち2000円ぐらいで買えるんで4本でで入れてこうかなと思います。本当はレーシングプラグ入れようと思って買ってあったんですけども、ちょっと今の状態でエンジンを勝ち回すのは怖いということで、もう普段街乗りと同じような感覚で3000回転、4000回転ぐらいまでしか使わないという体で純正相当のプラグにしております。で、この辺が外したものですね。この辺はまた後で紹介していこうかなと思います。で、タペットカバーですね。こちらがさっき付いてたやつ。これがカバーですね。これがパッキンですね。そんなにパッキン触った感じ硬くはないですね。ほら、この辺全部サビですね。これは大丈夫なんですけども、こことここサビが、中自体は結構綺麗なんですけども論外ですね。ここまでサビが出ちゃってると。でタペットカバーが庭に生えてるエンジンの上で今乾かしてるんですけども、一通り556かけてスコッチブライトで擦って、まあ綺麗に、ある程度綺麗にした状態ですね。この辺とかはかなり綺麗ですね。サンドブラストとかやりだすとキリがなくなるんで、まあ今日はこの辺で勘弁してやるぜっていうことでいいかなと。本当はサンドブラストをかけて結晶塗装とかしてもいいんですけども、 1Z のこんなやばいエンジンに結晶塗装とかしてブローしても嫌なんで、でカバー、はい、でもうこんなねエンジンにちょっといいことしちゃってブローしたら心のブローも始まりそうなんで、まあとりあえず様子見ということで純正相当に戻していくということですね。安心安全愛情ということで乗れるようにしていこうかなと思っている矢先でございます。なかなかやることたくさんで飽きないんですけど、ちょっとこれはへこみますね。このプラグホールはこれはどうにもならないですね。まあそもそも 1Z の前期買ってくるときってもう乗せ替えを頭に入れた金額で買ってきた方がいいんですよね。まあその辺のお話とかもまたゆっくりしますけども、まあとりあえずやっていきますかね。はい、ではやっていきます。パッキンで、タペットカバーにパッキンを仮組みしていきます。今普通にシエットミスしましたけど、はまる方向にしかはまらないんで、この辺は安心していいかなと思います。もう反対に組んでたらうんってなるんで、はまる方向にきっちりとはめてください。12時の鐘が鳴りましたね。ちょっとお腹空いたんですけども、やりきっちゃいます。で液体ガスケット、これ少量でいいですね。300円ぐらいですね、確か。モノタロウ。300円ぐらいの液体ガスケット。で、これを、ここですね、つなぎ目のところ。で、こっちも、つなぎ目のところ。そんななんか親の敵みたいに塗る必要はないかなと私は思っております。詳しい方いらっしゃったらコメントとかで教えていただけると、これからやろうかなと思っている人のためになります。はい、では、はめていきまーす。はい、はまりましたね。あ、綺麗になったような気がします。で、この4本だけはちょっと綺麗なやつを用意しました。あのサビサビで嫌なんで、
で、大体はまるところにしかはまらないんで、それなりに安心してつけていけばいいのかなと思います。で、もし気になる方とかわからなくなっちゃうかもっていう方は、あの段ボールとかに絵を描いて、そちらの絵に刺していくとかした方がいいのかなと思いますね。まあ、これぐらいの本数だったら、まあそんなに迷子になることはないかなと思いますけども、心配な方は段ボールに絵を描いたりとか、発泡スチロールに絵を描いたりして、外してったところ、一個ずつ刺していくっていうことをすると、ネジが迷子にならなくていいかなと思います。一応ハマってたところ、なんとなく覚えてたらその通りに戻していきますけども、なんかこっち右も長かったはずなんですけど、最初からこうなってたんで、まあ、この通り戻しちゃいますけど、よし、でインパクトで締めないでください。本来は僕はもうめんどくさいんで、自分の車なんでインパクトで締めちゃいますけど、ダダってダダって言わないところぐらいでとりあえず止めます。ゴミが入るんで蓋しましょうね。で、ここから手締めしていきます。で、入らなかったところからまず先に締めてください。で、真ん中から、こう、外にこう締めていく感じですね。もしトルクが気になる方は、トルクを自分で調べてください。なるべく工具多めに出さないようにしているので、まあ、入らなかったり入ったりするんですけど、で、一気に真ん中だけグイって締めることはやめてください。なるべく均等に力を入れてってくださいね。整備系真面目にこうやって作業してるとあんま喋れないんですけど、まあ、必要な人はこういう動画も必要なのかなと思うので撮ってはいるんですけど、必要な方の役に立てればいいなぐらいな感覚なんですよね。ただ作業しながらやっぱその動画を撮るのが結構大変で、手元とかいてくれたりとかやってくれる人がいればその人の手元行って撮影するだけでいいんですけど、二貫線全部一人でやってると、カメラの位置とかがやっぱちょっと画角に入ってなかったりとかするので、その辺はちょっと不便かなと思いますけども、なるべく丁寧に説明してますので、その辺はよろしくお願いします。で、最後、締め忘れがないかを見て、で、プラグをとりあえずもう刺しちゃいます。ゴミが入るんで。まあ、せめてもの救いは、このプラグのネジ山ですね。潰れてないこと、錆びてぐちゃぐちゃになってるとか、なんか舐め切っちゃって潰れてるとか、ないのが、まあ、唯一の救いっちゃ救いですけども、まあ、状態としてはかなり悪いかな、と思ってます。はい、ということでプラグの増し締めを先にしちゃいます。忘れちゃうとあれなんで。で、その再利用の場合、2分の1回転とか4分の1回転とか NGK さんのホームページとか行くと載ってるので、そちらを見てください。私の方から今間違ったこと言えないので、この力がかかったところから、力がかかるところからなんか4分の1回転とかそういうのがあるんですよね。やたらめったら締め込めばいいってもんじゃないんですよ。それなので、まあ、その辺を見ていただいて、力がかかったとこから4分の1回転とか2分の1回転とか、あのトルクレンチがある方はトルクレンチで管理するんですけども、そうじゃない場合は、テルクレンチですね。テルクレンチ、プロの方はほとんどしないと思うんですけども、私はそんないいトルクレンチ持ってないので、
テルクレンチでいっちゃいますけども、気になる方はホームページとか見ていただいて、その辺を参考にしていただければいいのかなと思います。私も最初ホームページ見て、確か4分の1回転とかそんな回転数が書いてあるんで、力がかかったところから締め込んでください。で、忘れ事がないかをしっかりと確認をして、一応ね、締め忘れが本当にないかどうか確認をして、でしたらホース類を元に戻します。で、バンドもちゃんと元の位置、へこんでるところがあるんで戻します。で、か弱い斉藤くんみたいな人はペンチを使って元のところに戻してください。力のあったり、あの指に神経が通ってない人はそのまま手でグッていってもいいと思います。私は痛いのでペンチ使います。で、外したところは必ず元に戻すようにしてください。で、なんか忘れ事がないかをもう一回頭の中で考えながら、ゆっくりゆっくりでいいんですよ。一人で作業する場合って、仕事でやってるわけじゃないので、ゆっくりと、いや、なんか忘れ事ないかなとか、そういうのを考えていけばいいのかなと私の方では思ってます。で、このここの穴ですね、たまにこれが入ってることがあるんですけど、取れないんで諦めますね。で、ゆっくり、そう、忘れ事がないかを確認して最終的に大丈夫かなって考えて、ゆっくり考えてくださいね。で、私はあのサビサビのやつが嫌なんで、まあこの中古品ですけども、こちらに交換しようかなと思います。幾分マシだと思います。あんなのつけてるよりは十分かなと思ってます。やっぱ車のチューニングっていうよりも、この原点に返してあげるってことが一番のチューニングだったりするんですよね、車って。あのパワーを上げるっていうことよりも、まずはその車のポテンシャルを元に戻してあげるっていうことをしていただくのが私はいいかなと思います。100馬力しかない車にポテンシャルでターボつけて、まあ、例えば40馬力上がって140馬力になったとしても、もともと140馬力あるものをポテンシャルをちゃんとね、エアフローセンサーを交換してあげるとか、プラグを交換してあげるとかして、120馬力とかまで戻れば20馬力ぐらいで済むじゃないですか、そのチューニングとかが。そしたらエンジンの負荷も少なくて済みますし、え、こいつ、こいつ、いや、忘れるなって人に言っといて忘れるんですよ。よし、はい、OK。で、必ずこういうところは最後手で締めてください。インパクトララララってやらないで、自分の手で確認してください。で、また忘れ事がないかなって考えます。おお、順番がちげえじゃねえか。ここ下ですね。皆さんはこういうことしないようにちゃんと逆の手順で元に戻してください。人のことを言えないんですけど、逆の手順で戻していかないと、こう戻らない時があります。で、差し込みます。で、なるべく工具とかエンジンルームの中に忘れないようにしてください。で、蓋はまだいいです。もしかしたら、もしかするんで、この蓋は後でつけます。で、もう一回忘れ事がないか確認して、はい、 OK かな、確認をして、はい、はめた、止めた、止めた、はめた、止めた、はめた、はめた、締めた、締めた、で、全部締めた。で、この辺も止めた。で、忘れ事がないかを思い出してエンジンをかけてください。この開けるのも緊張したんですけど、エンジンかかるかどうかもまた緊張するんですよね。じゃあエンジンをかけていきます。本当に大丈夫かな。
ちゃんとこう確認大事ですよ。本当に、本当に大丈夫かなって確認するのめちゃくちゃ大事なんで、確認する方はしっかりと確認してください。ほらね、こういう止め忘れがあるんですよ。こういうのもしっかり見てください。結構抜けてることが多いので、その辺もちゃんと確認しながらやっていきましょうね。で、プラグのこのカチンカチン止まっているやつは大体こう4番が1番に来るとかっていうことはないので、この辺がこっち来たりとかはないので安心していただいて大丈夫だと思います。はい、ということで止まりましたね。じゃあエンジンかけていきたいと思います。大丈夫そうですね。はい、ということで無事にエンジンがかかりましたね。エンジンを温めてオイル漏れがないかを確認して、カバーを元に戻して作業終了です。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はですね、タペットカバーパッキンとタペットカバーの交換もしてしまいました。タペットカバーがちょっとサビがすごかったので、まあ、交換してしまう形にはなったんですけども、時間があればタペットカバーを外して掃除して元に戻す方がストックとかがなくていいのかなと思います。まあ、私はたまたま1枚あったので先にそちらを掃除してパーツクリーナーかけてきれいにして干しておきました。で、今無事に終わったところですね。まあ、かなりきれいにまとまったのではないかなと思います。次は何をしようかなってちょっといろいろあるんですけども、まあ、次ですね、中、次内装の方やっていこうかなと思ってます。今シートを外してあって掃除もまだしてない状態なんですけども、掃除かな、そろそろ、まあ、洗車とかもしたいかなっていうところまでは来てますね。まあ、でもこちらの方が終わったんで安心してしばらくは乗れるんじゃないかなっていうところですね。オイル交換をもう一回する予定ですけども、まあそれでやっていこうかなと思いますので、また次回の動画をお楽しみに。では。